サーモンや生のサバ、ナメロウなどの具材を盛り付けると特製陸サバ丼の完成です、うん、肉厚な食感が最高ですサーモンにサバ、そしてナメロウなどいろんなものがこの丼に詰まっているんですが旨味がすごいんですよ、美味しいですこの丼を楽しめるのが 与那子市の海岸沿いにある陸クサバ屋店名・商品名に陸とつくのには理由があります地下から汲み上げた海水を使った陸上養殖施設になりますそう、この丼に使われているのはここで陸上養殖された魚店舗も併設したこの養殖場ではサバ・サーモン・ヒラメの3種類を育てていて 市内の飲食店や旅館に出荷しています海水を自然ろ過した井戸海水を使用しているためこの時期気になる食中毒を引き起こす寄生虫アニサキスなどが侵入しにくく安心して食べられることが特徴です波が高い日本海に面する鳥取県は海面養殖に向かない土地ではありますが岩見町にはお嬢様 琴浦町には鳥取琴浦、グラン、サーモン、米子市には大山、名水、トラフグなど続々と事業者が新規参入しています。水産庁が発表した陸上養殖に関する実態調査委託事業によれば、陸上養殖の事業者の数は一昨年までの10年間で倍以上に増加しています。 近年海、海洋環境の変化によりまして従来の漁獲物の水揚げが減少していることから陸上養殖に取り組む企業などが増えていると見ています。新規参入が増えたわけそれは安定供給ができるから管理を徹底する陸上養殖では水温、水質の変化や赤潮などの影響を受けず安定した量を出荷することが可能です。 また、漁業権が必要ないことも、新規参入するハードルを下げているといいます。そして、サーモンをめぐっては。戦争の影響で、一時期、サーモンっていうのが全く手に入らない時期があったと、そういったチャンスに国内で生産するっていうことで、食の安全保障っていう点でも、こういった陸上養殖っていうのは、優れていいると思います回転寿しでも人気の高いサーモン。 その多くが輸入されていますが米子市内のある寿司店ではノルウェー産のサーモンの仕入れ価格は円安や需要の高まりを受けコロナ禍前に比べ1.5倍に高騰比較的安価なチリ産に切り替えるなどの対応に追われているといいますそうした中で安定供給できる陸上養殖に注目が集まっているというわけです。 2024年のトラック問題っていうのがある,あると思うんですけども、人手不足っていう問題もあって、物が届けられない、もしくはこちらに持ってくることができないっていう問題がこれから起こるかもしれないと、そうなった時に改めて、この地産地消型、まあ、こういった生産者っていうのは、非常にこれから優位になってくるんじゃないかなと思います高すぎる初期費用や電気代高騰など、課題は山積ですが、 養殖場を運営する陸の魚に全国そして世界が注目しています。